経営学要点 Presented by Ad Hoc。 事業の成功を目指すあなたに経営の要点を解説します。経営学検定の受験準備にも役立ちます。今回のテーマは Five Forces です。フォースとは脅威の意味です。市場の脅威を5つに分類して分析するフレームワークです。Five Forcesの提唱者はアメリカの経済学者マイケル・ポーター博士です。ポーターは35歳でハーバードビジネススクールの教授になる秀才ぶりを発揮、多くの理論を発表して経営学に大きな功績を残しています。ポーターは5つの要因、すなわちFive Forcesが業界における実際の競争構造を決定すると考えました。新規参入業者の脅威、買い手のニーズを充足させる代替品の脅威、顧客が及ぼす収益への影響、供給業者が及ぼす収益への影響、競合企業同士の競争状況の程度。この5つの要素による業界分析により競争戦略を立てるのが良いと提唱しています。参入障壁が低く、新しい事業者が増えてくる。他の商品でも賄えてしまう。お客様の要求が厳しい。仕入れ条件の交渉が難しい。同業者が多く、競争が激しい。さて、5つの要素がすべて脅威となっている業界、これは儲からない業界だと判断できます。一方、参入が難しく、新規の事業者が出てこない。代替になる商品もない。仕入れ交渉もでき、お客様も商品を必要としている。同業者も少なく、競争がない。この業界は、儲けることができる業界だと判断できます。さて、ここで質問です。Five Forcesの競争要因の一つは、自社の能力である。正しいと思う方は、イエス、正しくないと思う方は、ノーを選んでください。10秒以内でお答えください。残念、タイムオーバーです。もう一度問題に戻って回答してください。